そんなどれだけいんの。あ、緑大ショルダミからメール来た。お前生きてたんか。嬉しい。ちょっと待って、メール見せてくれ。これは俺も、うわ、見てくれてんだな。お久しぶりです。去年の年末に眼圧を下げるため手術を受けました。術後の後遺症があり、現在はひどく乱視状態で狭く乱れた視界で配信を楽しんでおります。しかしバイオセブンはほとんど画面が暗いため、私にとっては闇ですって語る。頑張って全クリして早くお前が楽しめる放送するからな。任せろ。お前を闇から俺が救うから。ちゃんと現状を伝えられるように一生懸命実況してくれ。マジかよ。こんな時間まで見てくれてんだ。目の手術怖いですよね。眼圧下げる手術ってなんか穴開けて中身抜くんだよね。怖っ。絶対目に悪そう。目をつむってあれしてくれ。なんか目つぶってかつ安楽な姿勢で、心臓より顔高い位置で、左も赤い？充血してんじゃね？今日寝不足だからね俺。やべえな、こうやって見ると。俺すぐ目、充血しちゃうんだよな。次どうぞ。あ、ジョジョエイータからメール来た。ちょっと待って。ジョジョエイータからメール来た。そんなことより。すいません、ツイキャスバンされてコメントも通話もできませんでした。さっきメール送ったのは友達がいない池沼なんで笑ってあげてください。おめえらコンビかよ。どういうコンビで俺の配信見てんだ。意味がわかんない。荒らしてるんだろうな、ジョジョエンイーター。お前と喋りたかったぜ。池沼コンビ。二人とも絶対発達障害だな、絶対。前者も後者も。